浦添市太平にある、カデナ線のレール、白間駅は、1922年3月28日から1945年3月までの間、沖縄県浦添村にあった、沖縄県営鉄道カデナ線の駅である、2線の地上駅。ホーム1面2線、二2面2線のどちらであったかは不明。駅長1名、駅員2名を配する友人駅であり、上下列車の交換が行われていた。 駅舎建物の広さは17.67坪であった。天道の南側に設置されていた。天道を挟んで北側には白間集落が存在した。1937年に、僕港駅が開業するまで、牧港から馬車でサツマイモが運び込まれ、嘉電な製糖工場へ送られていた。現在の国道58号の南側に立地していた。位置的には、 現在の白間交差点付近である。駅跡は住宅地となっており、駅があったことを示すものは何も残されていないと思われる。白間交差点より南側の市道上間大通りがカデナ線の配線跡である。市道をさらに南へ進むと、現在の県道251号に突き当たり、この県道もカデナ線の配線跡である。市道と県道との交差点付近には、 1991年の道路改良工事に現場から出土したカデナ線のレールが展示されている。ありがとうございます。